行きましょうか。バイオハザード、レベレーション。ということで、まあ、判決女子がね、まあ、船を爆破しちゃったというのが前回のパートだったんですけれども、まあ、そのね、爆破した船からね、なんかね、お先真っ暗だけど、ニョリニョリニョリってクジラが出てきたというところなんですけれども、まあ、クジラが出てきたところでね、一体何をすればいいのかっていうと、はい、まあ、ぶちのめすしかないですよね。ということで、今回は、初めからクライマックスでございますね。はい、ジェシカーってなんか男同士がキュッキュッキュッをしている最中なんだけどね、まあ果たして無事生き延びることはできるんでしょうか。はい、ということでここで、ブルドッグ退場ということで、あーわーさよならバイバイで、出てきたところは良かったけれども、船が爆発してあ、くる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 ペン、空飛ぶ棺桶は空飛ぶことすらできない棺桶になり下がってしまって、バイオハザードベイルドエディション、さあやっていきましょうか。リベレーションうん、いやーもう終わりも近づいてきましたね。朝4時ですよ。もうね、寝ないでずーっと戦ってきてるから、ほんと、まあこれがハイになっている状態だから多分いけるって言ってるんだけどね。で、まあマラコーダだよね。なんだったっけ、ハダムシ、ハダムシだったっけ、ハダムシがなんかあの、ね、新陳代謝繰り返しすぎてこんなに大きくなっちゃって、ゲヘゲヘって感じのところだったね。で、こいつが、確か、あまりにも強すぎるから、やばい、4分しかない。あ、だぜパラサイト、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 あ、なんか入ってた。よし、で、ね、どうすればいいか。そんなの自分で考えなさいよ。あなた主人公でしょ。主人公ゴリラだろ。あ、外した。よし、オッケー。ほい。ほい。あ、入って。なんだ。すみません、すみません。でっかい弾薬。ちょっと待って。もうこういう時にバグるんだ。時間制限があるんだっち。時間。あ、もう無理。行くぜ、ベイベー。ファイヤー。オッケー。聞いた。ザーバー、見さらせー。いて。で、こっちからも出てきてるね。よし、オッケー、一発。あ、二発。うわ、なんかいっぱい出てきてる。あ、これ全部ぶちのめさなきゃいけない。一発目も、おかわりしたい、危ない。これ食らってんのかな。早く弾薬を。てか箱一個なんてそんなケチくさいことしないでさ。オッケー。一個にょろんとした。オッケー。もう一個。よし。ゲッチ。発射。あれ外した？マジっすか。なんかめっちゃなんか手裏剣がシュワ言うてる。あ、どっか行った。もうクジラがもう自分の意思を持ってない感じなんだ。おりゃー、オッケー。さあ、他にはだから、どっかあるか。ライフルがもうないんだよな。ライフルの弾がもうないんだよ。5発しかないんだよ。でん。やっぱお腹抱えてる。腹痛に見舞われているみたいなので。会いたい。この野郎、俺のこと大好きって言ったな、この野郎。あー、どっか行っちゃった。やばいやばい、あと1分半しかないのに弾薬を全然投下していたい。いつの間に、やばい。遅いよ、投下が遅いよ。オッケー、ニュルン1個。え、で、どこあった。投下 BS、 えい、10。どこ。Is it over? What? Incredible! Both of you!どういうこと？どういうこと？まだ、あれだって3つくらいしか、あれお亡くなりになってる。なんか中ですごい、中でニュルニュルしてる。中でなんかよくわかんないけど、うわーすごいね。これを登っていくわ。元気になっちゃったよ。みなぎってきたー。やばい。これでよくあれだよね、ヘリも落ちないで済んだよね。ヘリが落ちないで済んだこともすごいし、この状況で落ちないクリスもすごいよ。いやー、ダブルです。さすが BSAA。 はい、オッケー、登り切った。あ、エッジ。あー、なるほどね。これをやらないと、なんか急にセクハラし始めたのかと思った。これすぐさ、
肩叩いたりさするからさ、こいつを、そうね、初めからそれ使っていただきたかった。これカーク一人で来てるってことなのかな。そして返事をしない相方。どうしたらいいのこれ。We can't hit it from here. Take us closer. I can't. Too many bogies. 誰か、クラーナ、あ、クラーナ。Trust me. Okay, fine. こんな。Hold on to your seats. ねえ、サポートするよね。Okay. あ、一匹ニュルン。ないですね。本体がやられてんだもんな、完全に。本体がくたばりきってんだもん。大丈夫、大丈夫。で、どこ行った？あ、出てきた。ニュルン。ニュル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 。オッケーか。もういっぱいいるなぁ。とか、元が小さいからか、肌虫。元が小さいからこれいっぱいいるんだな、ここにな。ということだよね。じゃあ、お見舞いします。オッケー、ニュル、待って。あー、出た。ホッサ。ホッサマグナ、ホッサマグナ。日本を真ん中銃弾。ぶちのめすー、飛んできてる。やべ。ダメ。右側もいる。お顔覗かせるんじゃないわよ。ニュルニュルするんじゃないわよ。あれこいつっていうか、どうやったら、何、なんか、おお、寄生虫。おお、穴から穴してる。穴とクジラの女王。あー、固まった。プルプルしてる。あ、仕方ない。これを発射するしかないね。で、こっちから出てきて、やばい。あー、クリス、たまには役に立つじゃん。本当にたまには役に立つじゃん。ね、もういいや、もうめんどくせえ。ボーン、オッケー。で、あー、ららこいつは、お前はこれって言うの。ダーン。お、そっちが爆発するんかい。あー、ごめんなさい。機体を傷つけるなんて、本当に。聞いちゃいませんよね。機体を傷つけて、本当にすいません。オッケー。で、こいつも、おら。オッケー。で、こいつを一体破壊しといてからの。あー、やばい、来てる。なんでやねん。おかしいよね。おかしい、出すよね。てか、あれ、いつの間にか分かんないけどさ、なぜかあの、ハーブが。おどん、くぐる。そんな危険な技を。あ、やべ。冷却。そんな危ないことをするなんて、さすがカークだな。そんな危険なことをしてるから、君は、次の作品で。あー、おら。オーケー、ゆるん。撃て、ジル。撃ちます、ジル。ジル、撃ちまーす。あ、こっちも近い。でもあれなんだね、意外とこう敵なんかすごい攻撃的なんだね。なんか寄生虫ってさ、やっぱ宿主がいないとさ、あの、生きていくことがなかなか難しい存在だと思われるからさ、まあ、紐みたいな。だからさ、やっぱりこう臆病な性格なのかなと思ったけど、ものすごい積極的だよね。積極的にダンスしに来るよ。ほい、オーケー。あー、飛ばしてきた。積極的に飛ばしてきた。オッケー、よし、ニュルン。あー、やばい、こっち持ってる。クリス仕事して。クリスの攻撃力は、これは一緒なのかな。さあ、あー、でもまだいっぱい出てくるな。すげえ、ニュルニュルしてるじゃん。はい、一発。ニュルン。二発ね。オッケー。そうなんて、まだなんですよ。あ、大丈夫？あの、なんだっけ、ガソリン切れたりとかしない？クールダウン。オッケー。Did we kill it？ と思うじゃん。うわー。そろそろわしの出番か。朝日が照ってきたから、照って、おはようございます。うん。さあ、こいつは、中、すげえな、中に富士壺がいっぱいあるな。こいつを、ああ、こういう時に固まるんですよね。こういう時になって固まるんですよね。あ、Thank you very much。ああ、いけるか。口の中を、狙って、ファイヤー！ブイッ！とっておきあるなら初めからや。まあ、そっか、本体が出るよ。うわー、すごいな。ほんと、クジラが、ゼノビアに完全に、あれだもんね。てか、クジラのおかげでゼノビアが、なんとかギリギリ浮いてたって感じなのか。逆にいなかったら、ヘリで、助けてもらう前に、終わってたかもしんないね。はーい、じゃあ、ヘリコプターのおかげで助かりましたということですね。ゼノビア、さよなら。ペペイ。緊急。パーカーが犠牲に。Jessica took the whole ship down. はい。The FBC? Well, Morgan. モルガンにことごとく先手を打たれたんですね。いやー、まだまだ甘いでございましたね、本当に。ナイス。でも実は生きてるって知ってたんじゃないか？わかんない。どうなんだろう。
分かった。真相を語るのはいいんだけど、この真相を語るパートがめちゃめちゃ難しいんですよね、本当に。そしてクリアできるのかな、最初で積みそうな予感がしててですね、なんてことをね、はい、言ってたんですけれども、まあちゅうわけでね、まあ短いような長いような、はい、なかなか難しいパートであったんですけれども、今回は以上とさせていただきます。次回多分、僕が、記憶するに一番難しかったんじゃないかな、リベレーションズの中でっていうパートをやっていこうというふうに思います。ということで、ね、本日の動画は以上とさせていただきます。最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いしましょう。またね。